よく来たな。食べたいものがあればいつでも来い。失礼。ここにアース殿を倒した御人がいると聞いてやってきた。それは俺のことだな。お前も闇流料理界の刺客なのか。いかにも。私は闇流料理界にて魚料理を得意とするウォードと申す。新鮮な魚を新鮮なうちに調理する。これ以上の料理があるか？料理とは素材の新鮮さだけがものを言うわけではない。少子、釣り人でもある私は新鮮な魚がどれほど美味であるかよく知っている。なるほど、お前とは料理で決着をつけるしかないようだな。当然、料理人が二人いれば勝負になるは必然。料理人の決着は料理のみにてならば。それにお主はトリオ様に会いたいのだろう。ならば私ごときやすやすと越えねば、トリオ様への道は遠い。勝つしかないってことか。クルズ、頑張れ。言われなくとも、俺も素材の声を聞き、最高の料理を出そう。魚心あれば水心あり、料理もまた同じ。魚心を理解すれば、美味なるは当然。我が魚料理の前に屈してもらおう。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。Thank you.
いただきます。まずい。いただきます。ええ、おいしいよ。いただきます。ええ、おいしいよ。いただきます。私の好物を知っておったか。いただきます。もう。いいかな。いただきます。私の敗北か。魚心への理解、まだまだ甘かったか。悪い料理ではなかった。だが今回は俺の方が上回っただけだ。なるほどな。トリオ様が関心を持つだけのことはある。何？トリオ様はお主を気にしていらっしゃる。だがそれゆえお主にはこれからも次々資格が送られるであろう。望むところだ。そのすべてを返り討ちにして必ずトリオにたどり着いてみせる。その意気はよし。ならば敗者は潔く去るまでだ。